メジャー初対決の明暗を分けた VS 藤浪の大谷大飛球、そして過去の2人の対戦の歴史とは。皆さんが思うほど感慨深いものはありませんでしたよ。アメリカの地で大谷選手と再会したオープン戦後、冷静にこう発言した藤浪選手。甲子園、NPB と続く因縁ともいえる歴史のある同級生の対決がメジャーでもついに実現しました。藤浪選手は2回までパーフェクト4奪三振の好発進、最速は160キロを計測。3番 DH でスタメン出場した大谷選手の第1打席を1ゴロで打ち取り、初回スコアボードに0を刻んだものの、今季好調をハッピー選手によるあわや本塁打を受け、続くウォード選手の中前的自打で2点先制を許すと一気に崩れてしまいます。大谷選手の第2打席、外角高め99マイルの投球をお見舞いする藤浪選手でしたが、大谷選手がこれに合わせ左翼フェンス直撃の大飛球により2点追加となり、大谷選手は今季初打点をマーク。これにより大谷対藤浪の対決は1勝1敗。その後藤浪選手はさらにヒットを許し降板。メジャーデビュー戦の登板2回と3分の1で55球5安打8失点4奪三振3四球という苦い結果に終わりました。2人の対決にはネット上のファンからも。甲子園、NPB、MLB で同級生対決が続いていってるのは熱いな。大谷さん打って嬉しいけれど、藤浪さんにも新環境で頑張ってほしいだけに複雑。藤浪大谷実現したの熱すぎだろ。といった声が相次ぎました。試合後、大谷選手と藤浪選手はどんなコメントを残したのでしょうか。また過去の大谷選手と藤浪選手の感慨深い直接対決についても振り返ってみましょう。投手藤浪に対する大谷の評価。2023年4月1日、今季からオークランドアスレチックスへ移籍した藤浪晋太郎選手のデビュー戦。開幕戦とは打って変わって打線が爆発したエンゼルスは対アスレチックス2戦目に13対1で初白星を飾りました。大谷選手の藤浪晋太郎選手との11年ぶりの対決は3回無四満塁の第2打席に左翼フェンス直撃の敵地打を放つなど2打数1安打でした。初回西での第1打席はカウント1-1からの3球目のスプリットを1ゴロ、3回は0-1からの外角高めの速球にバットを合わせ、打球はあと50センチで満塁弾という豪快なフェンス直撃打となりました。試合後のインタビューで藤浪選手に対して大谷選手は、抜けてほしいなという満塁だったのでそれが一番、そんなに多く見たわけではないので、最初の打席も比較的浅いカウントで打ち取られて、ちょっとコメントするにはサンプルが少ないかなと思うんですけど、立ち上がり素晴らしかったと思いますし、三振も打ち的には取られていたのでいいオフェンスのタイミングでビッグイニングを作れたというのがうちにとっては良かったかなと思いますね。と高校時代からしのぎを削った藤浪選手との対決について、チームとしてチャンスをつかむめたことが勝因となったと振り返りました。高校時代から続く大谷対藤浪の同期対戦、ご存知の方も多いでしょう。大谷選手と藤浪選手は高校時代2012年の選抜初日に直接対決しています。当時なにわのダルビッシュと道の駅のダルビッシュが甲子園にやってくると言われ、大注目されていました。お互いの最初の印象を2人はこう語っています。マウンドに大谷くんが踏み出した足の跡が残っていて、その位置が僕とほとんど一緒だった。今まではなかったことでした、と藤浪選手が驚くと、大谷選手は、記念撮影で藤浪くんと並んだ時に自分より高いなって、190センチになってからは自分より大きい人はいないと思っていたのですが、お互いに190センチメートルを超える身長に対する驚きが大きかったようですね。肝心の直接対決はというと、第1打席から特大本塁打をお見舞いした大谷選手が投手としては9回途中9失点で敗れ11奪三振という結果に、一方藤浪選手は8安打を浴びながらも要所を締め12奪三振2失点完投勝利を収めました。またプロ入りしてからの直接対決は
2013年5月26日の交流戦、甲子園の一度だけでした。3打数2安打で2塁打2本と大谷選手が打ちましたが、試合自体は7回1失点で藤浪選手が勝ち投手となっています。また投げ合いに関しては公式戦では実現せず、14年のオープン戦とオールスターの2試合のみです。3月8日オープン戦では2人とも先発で5回を投げ、大谷選手が勝利投手、藤浪選手は敗戦投手。オールスターでも大谷選手が勝利投手、藤浪選手が敗戦投手という結果に終わっています。興味深いことは、高校時代からメジャーしか見てこなかった大谷選手に対し、実は藤浪選手は高校時代にメジャーに興味はないと語っていたことです。当時の大谷選手は、僕はピッチャーがやりたくて野球を始めました。野手として何かを求めてきたわけではありません。160km を目標にしたのはピッチャーとして常識を覆したいという思いがあったからと、早い段階から160キロを投げることに対するこだわりがあったことを明かし、160キロを出せばまた次にそれ以上を目指す人も増えてくる。目標のレベルが高くなれば野球のレベルが高くなると思うんです。野茂さんやダルビッシュさんがアメリカで結果を残して、日本人の目標のレベルが変わりました。自分も目標とされるように世界レベルで活躍する選手になりたいと、世界を目指したのは日本野球のレベルを上げたいという思いが根底にあったことを語りました。一方で藤浪選手は、僕は今のところメジャーに興味はない。ただダルビッシュさんが高校の時はメジャーに興味がないと言っていたみたいに、日本で野球を極めてしまうと物足りなくなるのかなとは思います。でもそれはそこまでのレベルに行けたらの話ですと、初めからメジャー行きに興味があったわけではなかったものの、着実にレベルを上げていきたいという堅実な姿勢を見せていました。では藤浪選手のメジャー行きの気持ちはどう育ったのでしょうか。藤浪選手が渡米後に漏らした本音。渡米後のインタビューで藤浪選手はメジャー行きのきっかけを聞かれた際、こう答えました。もともと高校からプロに入った時、しっかりと活躍していずれは行ってみたいなとは思っていたんですが、ダルビッシュさんと一緒に自主トレをさせてもらったり、いろんな方に環境を変えて挑戦してみたらと言ってもらうことが多くて、だんだん気持ちがそちらへ傾いていきました。高校時代にはメジャーは興味ないと言っていた藤浪選手でしたが、プロに入る時には活躍したらいずれ行きたいという気持ちが芽生えていたようです。そこにはすでにメジャーリーガーとして活躍していたダルビッシュ選手の存在も影響していたのですね。さらに環境を変えるという部分について深掘りされると、難しいですねと前置きしつつ、一番は藤浪晋太郎像をリセットしたかったのかもしれません。おそらくタイガースで投げてたらよほどのものを見せない限りは一軍半のピッチャーだったと思うんです。一軍で投げていてもローテーションの谷間でポッと投げたり、中継ぎや敗戦処理で投げたり、そういうピッチャーでしかいられなかったでしょうと語りました。続けて、そういうみんなが思う自分に対する評価をパッとリセットできるとしたら、球団を変えるかアメリカでプレーするしかなかったのかなというところはありましたと、周りの先入観と藤浪選手の中にあった手応えとの間にギャップを感じていたことをとろ、めちゃくちゃギャップがあったわけではないんですが、ある程度は良くなっているのかなという自分の感覚の中で、そうした先入観はやっぱり覆せないなと思ったので、変えたかったとしたら環境よりも評価だったんでしょう。タイガースの投手陣も充実していましたし、自分が年間を通してローテーションに定着するのは厳しいだろうなと思っていましたからね。本音としては環境よりも自分への評価を変えたかったと語りました。メジャーデビュー戦は望んだ結果とはなりませんでしたが、日本で培った基本の軸をぶらさなければ技術的に安定でき、自分らしいピッチングを見せられると自信を覗かせたシーンもありました。続いてデビュー戦を終えた後の藤浪選手のコメントを見てみましょう。デビュー戦を終えて藤浪選手の試合後のコメント。悔しいデビュー戦を終えた藤浪選手は次のようにコメントしました。それまでまっすぐで押せていたのが、ちょっと考えすぎて変化球中心になってしまった。もうちょっと落ち着いてまっすぐで押せればよかったと思います。
さらに大谷選手との対戦については、特に大谷選手だけってわけではないですけど、世界最高峰の選手と対戦できたのは良かったと思います、と特に大谷選手を意識していたことはなかったという様子を見せました。夢舞台で開幕ローテを勝ち取った藤浪選手でしたが、結果としては厳しい現実を突きつけられたと言えるでしょう。しかしまだシーズンは始まったばかり。藤浪選手は、まずは立てたことは光栄に思いますし、立つだけではなく次回以降に取り返せるように、悔しいデビューになったので次回以降取り返せるようにしたいと思います、と必死に前を向きました。藤浪選手のメジャー初登板について、ネット上ではこのような声が上がりました。藤浪晋太郎選手、KO、最初はこんなもんよな。藤浪ずいぶん派手に炎上したな。コントロールに苦しんで置きに行くとメジャーだと一気にやられるよな。藤浪くん、出だしは良かっただけに2巡目以降は崩れてしまったのは残念。頑張れ、藤浪。失敗しても這い上がれ。藤浪、防御率 30.86 はおもろすぎる。これ以上悪くなることはないから、これから上がっていくだけや。シーズン終了時にええ成績残しときゃ、今日の負けなんてへでもないからな。藤浪は時間かけてピッチングするタイプってイメージだから。ピッチクロックとは相性悪そう。そこさえ対応できれば普通に活躍できる気がする。スプリングトレーニング中に明かした大谷攻略。スプリングトレーニングの時にすでに顔を合わせていた大谷選手について、大谷選手はピッチャーとして投げ合う相手なのか、対戦するバッターなのか、どちらかと聞かれた藤浪選手は、どっちもあるかなという感じです。どっちと対戦する可能性もありますからね。バッターとして対戦したら展開次第なので、まだ何とも言えません。大谷のデータもまだ見ていませんし、やがて対戦することになったらデータをベースにしながら組み立てを作っていきます。大谷の弱点だったり、得意球種だったり、カウントで取り方だったりのデータを頭に入れた上で、マウンドで判断します。とあくまでも事前に研究をしながらマウンドで判断すると強調しました。さらに直球勝負について聞かれると、別にそんなこだわりはないですね。大谷が初球、まっすぐを張っているなら、何もそこへまっすぐを投げる必要もないですし、とあくまでも勝つために最善を尽くすという姿勢は崩しませんでした。結果として初登板の初球は 97.7 マイル、約157キロの外角直球でストライク。大谷選手に対する初球はスプリットで攻め一ゴロに抑えるという結果となりました。まだまだ藤浪選手の今後が楽しみです。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてください。また大谷選手を応援している、活躍をもっと見たいという方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。